原虎種原虎種は、戦国時代の武将。はじめ千葉市都市千葉勝種の家臣、後に開国武田氏の家臣で、足軽大将。虎種は意味名で、他に神地とする記録もある。身の守る、後に剃発して、新眼と交す。武田の御名神及び、武田二十四長の一人、明王六年、原友種の子として生まれる。海の国史によれば、元は、 下佐国地橋支流である、下佐国州、臼井原子の一門であるという。甲斐の国史によれば、永正十年、小弓城合戦にて、小弓久保を、足利義明軍に敗北。巨城である小弓城を奪われ、父、原友種と共に甲斐に落ち延び、武田信虎の家臣となったとされている。ただし、実際に、足利義明による小弓城攻めは、 永正14年の出来事であるため、史実との祖語が指摘される。友種は、信虎の下で功績を挙げ、虎種も、四君、信虎から、虎の一時をもらい受けて、足軽大将として活躍した。大英元年の海井高原の戦では、今川軍の福島正重を打ち取る功績を挙げる。信虎追放後は信玄に仕える。一般には、 武田二十四章の中に数えられることも多く、また、紅葉五名神としても名が挙げられている。なお、彼の子の安影は同じく紅葉五名神の一人、横田高松の養子となっている。信濃の小笠原氏との戦いで活躍し、平瀬城の城代を任されるなど徴用されていた。天文二十二年、終始問題で、信玄に日蓮宗に改修するように迫られて拒絶したため、 一時期会を追放され、相模北条氏に身を寄せ全徳寺の解明の際に帰参。以後引き続き武田氏の章として活躍する。この帰参の際、北条氏康は虎種に対し赤別の念を表したと伝わる。a 禄2年に信玄が提発すると同じく提発して、信願とこうした。a 禄4年品の告割が、 岩木攻略で負傷し、同年に行われた第四次川中島の戦いには参戦せず、以後は第一戦を退いている。A67 年1月28日に病死。去年68、ありがとうございます。